じゃ。季節外れの椿じゃ。ああ、椿じゃ。椿様が来られるの。大丈夫でした。大丈夫です。ごめんよ。大丈夫？ちょっとぶつけただけですから。血出てんじゃん。大丈夫？本当。これで大丈夫だから。ありがとうございます。うん、あ、私、人椿と言います。あ、僕、竹本美月。よろしく。僕、起き初めてなので助かるよ。こちらこそ。一人ではつまらないし。よかった、何度も来てる人と知り合いになれて。大丈夫？だから大丈夫って言ったでしょ。はい、ありがとう。玉若須御琴神社にある八尾杉は、人魚の肉を食べ不老不死になった八尾国が植えたと言われている。佐渡、若狭など各地に伝説が残り、その姿は若い娘のままであったという。行きたいところがあるんですが、付き合ってもらえます？ええ、もちろん。よかった。すっごい雨だな。ここで雨宿りしましょう。そうだな。お、なんだよ椿。なんだお前ら。お前はわしらの餌じゃ。なんだって？どうなってんだよ椿。失礼な、八尾国様じゃ。八尾国？飢饉の時に助けていただいた八尾国様じゃ。飢餓の時には60になる者は奪捨てにあったんじゃ。そこへ通りかかった八尾神様が恵んでくれたのが人魚の肉さ。不老長寿の命を売ることができたが、もう村へは戻れん。そんなわしらのために八尾国様はこの島へ巡ってきてくれるんじゃ。数百年お前のようなごちそうを恵んでくれるためにな。こんにちは。こんにちは。次のフィリーです。え、これからどこ行くの？いろいろ回ってて、次は佐渡へ行こうと思ってます。いいね、島旅。俺はもう島好きだよ。な。おう。
そうですか、私もです。